八王子奥東レは東京都八王子市の主導で建設された再開発ビル八王子スクエアビルにてリオホールディングス主会社でリオコンサルティング参加のリオモールマネジメントが運営する複合商業施設。1997年3月14日開業。2020年6月24日までは八王子東急スクエアという名称であった。1983年以降に 八王子市主導で JR 八王子駅北口再開発計画が策定され、1994年に八王子スクエアビルが着工、1997年2月竣工。ペデストリアンデッキ、マルベリーブリッジと直下の地下通路、市営朝日町駐車場の新設など、駅北口ロータリーの整備と合わせて一体的に建設された。ただし、 開業当初は施設とデッキは接続しておらず、開業から23年が経過した2020年4月5日のデッキ延伸整備によって施設と接続された。営業面積は13,983平方メートル、テナント数は69。2006年4月に建物が TMD の所有となり、ビルメンテナンスは東急コミュニティへ委託している。 2009年には開業12周年を迎え、3月6日から4月9日まで記念セールが行われた。また、同店のイメージモデルを務める矢野美希子のトークショーも開催された。東急モールズデベロップメントは2020年3月23日のニュースリリースで、同年4月1日付で会社分割により、株式会社リオモールマネジメントを設立。 その株式のすべてを株式会社リオコンサルティングへ譲渡し同年6月24日をもって八王子東急スクエアの店名を変更、翌6月25日より八王子翼東レとすることを発表した。これにより投資施設から東急の名が消滅することになった。ビル内には八王子駅前郵便局、八王子市学園都市センター等が併設されている。その他、 テナントの詳細は公式サイト内、フロアガイドを参照のこと。ありがとうございます。